ルアーチェンジをします。朝からずっとポッパーをやってきたんですけど、ちょっとねシャローにはね魚いるんですけどね、ちょっとまだね、まあ、今シーズン始まったばっかり、浜名湖の、ね、クロダイ始まったばっかなんで、ちょっとねシャローにいる魚もシャローにはいるんですけどね、ちょっとまだポッパーにできらない、すごい興味は示しそうな雰囲気なんですけどね。なのでちょっと、まあ、ポッピングダックと同じくね、その、まあ、クロダイ攻略用に出るね、ピークス、まあ、超ちっちゃいクランクベイ、まあ、これもその、まあ、こういった今僕がやってるようなそのなんていうんですか、すごい岩がゴロゴロしてるようなその、ね、クロダイがこういった岩だったりとか柿殻だったりとかっていう、あと杭だったりとかっていうその、ね、ゴツゴツしてるハードボトムにすごく多くて、まあ、そういったところをね、まあ、表層はポッパーで、そういったところのボトム中層をゴリゴリやってくるのにすごいね根がかりが少ないんですよね。ピークスはジグヘッドとかでも引っかかっちゃうような、もう本当に岩、もう ここももう本当にこういったところ、この見ていただいたら分かるんですけど、ゴツゴツしてもう岩が敷き詰められてる、あの隙間なく敷き詰められてるようなところのブレイクとかもね、全然こうやってゴン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 って引っ張ってこれるんで、まあちょっとねポッパーにまだ反応が少なかったんで、ちょっとローテーションしてクランクベイトも今から織り交ぜていこうかなと思ってます。で基本クロダイ、キビレとか、まあ、以前もね解説させていただいたんですけど、いる場所っていうのは、まあ、ハードボトムです。もう一言で言ったらハードボトムで、まあ、今やってるような石積みのエリアとか、あとは浜名湖でいうと柿を捨ててるようなね、柿殻を捨ててるような山になってるような場所とか、あとはまあ橋脚の基礎とか何でもいいんですけど、とにかく硬いところにいるようなその、エビとかカニみたいな甲殻類、あとはゴリなんかのね小さい魚を、クロダイキビレは捕食してるんですけど、まあそういうところってね正直全国、特に川の周りとかかな、河川域、河川、あの海にね流れ込むというか流れ出る河川の周りとか、港湾部とかはかなり多いと思うんで、逆に言えばそういう場所はどこにでもいると思ってもらってもいいんじゃないかなと思うんで、今までねやってなかったような、フィールドだったりとか、あの地域の方もね、僕はやってもらえたらすげえ面白いんじゃないかなとは思いますね。よっしゃ、来た来たよ、シャローだ、やばいやばいやばい、ちょっと待って、なんかに引っかかってる、危ねえ、キビレだろ、オッケー、跳ねんなよ、めっちゃ走んな、オッケーオッケー、よいよいよい、ピークスだよ、よしよしよし、そっち抜くわ、オッケー、おっしゃ、ピークス、いい食い方したね、これ見てください、口の中にね多分ルアーが入りきってグッて僕合わせたんで、ここ綺麗にかかってますけどね、完全にこのサイズだったらもうこの、まあ、40ぐらいのキビレかなだったらね、完全にルアーごと全部口の中入っちゃうから、あのフックがテールしかかかあのなくて根がかりとかが少ないんですけど、腹筋がしっかりこういう風にね、あのしっかりしてくれるから、まあ最盛期のキビレクロダイゲームだったらね、ガンガン使える、まあ、クランクベイトでキビレかっこいいね。でここはあの河口の近くの岬なんですよね。でちょっと岩がゴロゴロ、まあこんな感じで小さい岩がゴロゴロしてて、あの柿殻とか、ハードボトムが、まあ、ほんのちょっと色の変化で沖で見えると思うんですけど、そういったところに入ってるような岬です。で普段だったらね、僕あの例えばそういう風にハードボトムのところ上がってくるときって、やっぱり例えば甲殻類、エビとかカニとか、あとは、ゴリ、ハゼみたいな、ああいったそのなんていうんですかね、ボトムについてるベイトを食べることが多いんで、結構その暗めのカラー、黒だったりブラウンだったりっていうちょっと黒いシルエットのカラーを使うことが多いんですよ。ただね今日さっき今キビレ釣ったカラーはちょっと光るクローム系のカラーでやってます。これねなんでかっていうと、まあやっぱりキビレクロダイってそのさっき言ったような甲殻類とか、ゴリなんかを食ってることが一番多いんですけど、結構ねこの時期特有というか、まあ浜名湖の場合は結構オールシーズンなんですけど、
イナコ、ボラの子供ですよね、を結構特に春先は中心に食べてることが多くて、まあ、すごい群れになるんですよ。やっぱりその甲殻類系のベイトに比べると光る、フラッシングするんで、ちょっと今日はあえてこのエリアは、ひょっとしたらそういったイナコを食べてるやつがいるんじゃないかなと思って派手めのカラー使ってます。であとは、まあ、さっき言ったね、そのちょっと地味系のカラーをベースに、そういう風にベイトフィッシュを意識してるときはそういったクローム系のカラーで、あとは、まあ、ローテーションのもう一つとしては、その夜とかやるときは、その今の2つにプラスして、例えばなんていうかな、グロー系、まあ、夜光系のちょっと光るようなホワイトのカラーなんかをローテーションさせて、まあ、その3色で大体、まあ、ベースはできるかなと僕は思ってます。なんで甲殻類系の地味なカラー、光るベイトフィッシュカラーと、まあ、夜だったら、クローム系もいいですよねっていう感じですね。でね、まあ、ここ、まあ、クロダイがいそうだな、キビレがいそうだなっていう場所を選んで、まあ、ピークスをチョイスした後に、まあ、ピークスの使い方すごく簡単です。クランクベイトなんで、もうこういう風にリトリーブで、巻いてもらったら、当然ブル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 ってボトムをゴンゴンゴンってノックしながら来ます。なんでね、本当にすごく簡単なんですけど、根掛かり自体も非常にね、まあ、非常にというかかなり少ないルアーなんで、まあ、普通に、巻き続けてゴンゴンゴンっていうのを感じるっていう感じでね、引っ張ってくるだけでも当然非常に効果的なんですけど、一個ねおすすめな方法としては、まあ、特にね、まあ、根がかりがひどい場所とか、あとはまあそのスポット的にここがちょっと張り出してていい場所とか、まあここはいそうだなっていうような場所があったりした時に、まあこういうふうに巻いてくる。でその中にね、こうやってロッドワークでこうやってボトムをまあアクションさせながらゴン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 って感じてあげる。この方がね、やっぱね、リールで巻くよりもより丁寧に、まあ明確に、ちょっとスローにはなるんですけど、探ることができるんで、特に根掛かりがひどい場所とか、ここに魚がいそうだなっていう場所はおすすめな方法です。でピークス自体はだいたいね、潜航深度1メーターちょっとぐらい、 1.2 メーターぐらいかな、潜ります。まあ、こういう風に着水してすぐ巻き始めて 1.2 メーターぐらいで、スローシンキングなんで、例えば水深がね2メーターありますよっていう場所だったら、まあ3、4秒、カウントダウンしてちょっと沈んでから巻き始めると 2m のボトム叩けるし、 3m だったら、まあ、5、6秒、カウントダウンしてから巻き始めれば、3m のボトム叩けるしっていうことで、まあレンジっていうのは、少し沈めてからっていうのを合わせると非常にね幅広くできるんですけど、まあだいたいキビレとかクロダイっていうのがよく釣れるのはだいたいまあ 3m より浅いところだと思うんで、まあそれぐらい、まあ5、6秒マックスでも5、6秒のカウントダウンでいいかなと思います。なんでまあリトリーブの仕方もただリールを巻くだけじゃないですし、レンジっていうのもね、このルアー一つで浅いところから、まあ、それなりに深い3メーターぐらいまで幅広く探れるんで、まあ、そういった使い方をねピークスの場合はしてもらえれば、かなりまあ根がかりも少ないんで、いろんなところ攻めていけるかなと思います。よかった、よっしゃ、外れた瞬間食った今。キビレだな、キビレか、でかいな結構、怖いな手前が。わっ、キビレキビレキビレ、あ、じゃあクロダイ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 だ、珍しい、やばいやばい、よしよしよし、やーばか、頼む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 、よし、クロダイ来たよ、これこれクロダイ来た、でかい、しかも余裕で4ジャップだね。外れた瞬間でしたね今ね、根がかって外したらコンって多分見てたんですね。で外した瞬間、僕がこうパンパンって煽ってると分かると思うんですけど、外した瞬間にゴンって入った。あー、いいとこかかってる、これも多分口の中一回入って、さっきのキビレと一緒ですね、口の中入ってグリって出ながら結束がかかる。ミスは少ないっすよ本当に、丸飲みしちゃうんで、はい、いい魚っすね、いい黒だ、いいサイズ、まあ、4ジャップの
いいクロダイだね、かっこいいね、ヒレピンでね。これからの季節ね、結構あの僕シーバスも大好きなんですけど、やっぱねこのね、見ていただいたら分かると思うんですけど、体型のあのトルクフルな、ちょっと特有な引き、またあのシーバスの走るのとはまたちょっと違って、めっちゃ面白いんでね、あの今日活躍したピークスと、あとこれからの季節、夏はねポッピングダック、トップウォーターもめっちゃ面白いんで、皆さん浜名湖に限らずちょっと試してみてください。